で、今日もちょっとちょうど雨が降ってきちゃったんですけど、レイニングという曲を、これはないです。はい。ママ譲りの赤毛も二つに束ねて三つ編み揺れてた。なぜだったのだろうと今も思うけれど、まだわからないよ。静かに席を立ってハサミを握りしめて、お酒を切り落とした。それはとても晴れた日で、未来なんていらない。暖かさを感じた。血にまみれ